はい、どうもセリカです。今回は動画を2回に分けまして、先日やらせてもらいましたフレンドマッチの後半の2戦を編集して動画にしたいと思います。でそして今回は、人鬼スキンでお集まりいただきたいなと、予告しましたのと、あとは最後はまたドデカスキン、お気に入りのスキンで来てくださいねということの2戦でございますので、このまま引き続きご覧ください。はい、それではフレンドマッチ3回目やっていきたいと思います。もうね、入ってきてくださってるんですが、今回は人鬼スキンでお願いしたいなと言ったら、見事に皆さん人鬼で来てくださってありがとうございます。私がね、単に人鬼がツボなだけでお付き合いありがとうございます。エンさん、ナテさん、レイナさん、ナナさん、ナゴトキさん、あとは郵便マーク3つさん、143 どなたですか。あとは姫路城子さんですね。はい、よろしくお願いします。8人マックスなんでしたっけ、フレンドマッチ。さっきの何だったんだろう、めちゃくちゃいたんですけど。OK ですね。よし、じゃあやっていきます。できればね、集まりたいですね。青霧がね、結構早いので、出会ってワードするだけで精一杯なとこありますけど、できればちょっと集まっていきたいなと思います。2、1。はい、よろしくお願いします。お、すごい。見事にステージが違う。このステージは3回やって初めてですもんね。はい、行きます。ちょっと待って、ボット部屋ってことないよね。あ、なんか一人で飛ばされちゃったとかあります？やばいやばい。もしそうなったら、ちょっともう一回やり直しをさせていただきたい。誰かに出会えればいいんですけど。あれ？待って。一人飛んじゃったかな？あ、違う、いるいる。よかった。いるいる、よかったよかった。ちょっとね、どでかバタ頑張ってくださってますけど。青チームの方がいるとね、ちょっと私、今回は参戦はなしで、行きたいと思います。いや、青霧早いな。待ってよ。あ、いたいた。3人、4人見つけれたかな。上行きましょうか。どうせ、青霧来てるし。あ、焦った。一人でボット部屋に行っちゃったかと思った。最初の静けさ。めっちゃ怖かった。私にマークがつかないのでね、自分だけだと、フレンドマッチになってるかどうかがね、ちょっとわかんなくて。OK、下にいた。いたいたいた。ドデカバタ出てますね、ここ。やばいよ、ヤードーム言ってる。面白すぎる。本当に一人ツボなんですよね、この肌色の。A さん、こんにちは。いや、ちょっとね、ワード、変なワードなくって。古代の英雄。面白い。あ、来た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 。集まり。ちょっと待って、面白い。あ、た並べましたよ。1、2、3、4、5、6、7。あと一人。あと一人どこだったかな？落ちちゃったかな？いや、すごい絵ですよ、これ。わー、すごい。いや、面白すぎる。多分端末の違いで、前向いてる、横向いてる、あると思うんですけど。1、2、3、4、5、6、7。あと一人はね、ちょっと見つけられなかった。やば、面白すぎる。これ、ちょっとやばいよ。久しぶりに面白いわ、これ。来た！来たよ！大きいの来たよ！あ、ドデカバタなくなってる、気づかなかった。いや、すごいね。ここ、チビオに出てくるでしょ。ち、た！ごめん、死んじゃった。チビオに出てきたらね、チビオにも会いたかったんですが。どうかな？みんな頑張って。ごめんね、私がこんなとこ引き連れて。頑張ってー。あ、姫路城さん。姫路城子さん、おめでとうございます。いや、やばい。一番に死んでるじゃん、私。あ、またゼロ。それでは最後、第4回目のフレンドマッチやっていこうと思います。またまた多いですね、これ。バグなのかな？バグじゃないのかな？春マッチさんまでそうかな？デカキンさんもそうかな？ミスターケンさんはどうだろう？姫路城子さん、毎回ご参加ありがとうございます。ふわふわふわさん、ニケチオさん、ヨータンワさん、タクポンさん、メルペチーノさん、A さん、リサコさん、ありがとうございます。どこまでが、私のルーム ID で入ってきてくださってる方かはちょっとわかんないんですけど、やばい名前がいますね。これはちょっとスルーでいきます。スルーでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10。めちゃくちゃいるな。これ、裏ステージさんは多分違うかな。レジ君も違うかな。デカキンさんもそうなのかな。違うかもしれない。一応ね、今回はドデカスキン。お気に入りの大きいスキンでお願いしますということで。また会いましたね。ヤマトタケルのスキンチェンジ。ワニさんもいる。で、緑のタヌキもいる。白クマくんもいるでしょ。ベイビーモアイもいるでしょ。で、ハリネズミの青。ありがとうございます。よし、じゃあ最後、やっていきます。私もね、緑の
カンガルー、この間出てまだ使ったことないので初めてなんでちょっと使ってみたいと思います。はい、じゃあ行きます。よし、あれこの子と違うのかな、フレンドさんじゃないかな、マークついてるけどロッカーめっちゃ入ってるから違うのかな、違うかもしれない。お、すごいね、緑もやっとスキンチェンジできましたよ、カンガルーのね。いや、かわいいな、この緑。うわぁすごいいやいや、ブタちゃんもかわいいし、シロクマちゃん私結構好き。あ、青のハリメズリ。いやキラキラしてる。めっちゃかわいい。かわいい。緑のタヌキもね、最近あんまり会えないので、うらうらステージやんなきゃなぁ。すごいなぁ。ビビーモアイもね、私多分取れない。すごいね、15連勝でしょ。多分きついなぁ。いや、ヒカキンのハチキンくんも可愛い。意外と大きいんですよね、ハチキンくんもね。青切り早いな、もう。ワード変えてくればよかった。何でも持て。死にたくねえねえ。ちょっとね、宝箱開けられない、全然。いいな、緑のタヌキすごいですね。マジですごい。ワニもね、可愛い。スキンチェンジ何色になるのかな、ワニは。おー危ない。じゃあ、そろそろた、あ宝箱とっても喋って、いろんな人見てると本当に青鬼に気づかないというか、特にドドカスキンでやってると。やばい、こっちもない。あー、ガスマスクがないです。まだ3体目出てないけど、このスピード。せっかくね、フレンドマッチなのに。待ってー、ガスマスクがないです。あ、踏めてない。全然踏めてない。最後踏めてないです。あー、届かない。キラキラも届かなかった。4位、全然青逃げできない。あ、終わっちゃったかな？青切り早いよね。お、ニケチオさん、おめでとうございます。あー、ありがとうございます。終わっちゃいましたね、4回。あっという間に終わっちゃいました。出た。出ました、白熊。やった、多分これ、ラストの1体だったので、多分スキンチェンジ、いけると思います。いや、こう見ると本当に大きいし、可愛い。熊は可愛いですね、白い熊。で、スキンチェンジすると、茶色い熊になるということで、聞いております。押しちゃった。あ、来ました。やっぱりスキンチェンジ。やった、長かった。ありがとうございます。めちゃくちゃ偏りますね、出るのが。最近のはね、全然出ないので、1体ずつしか持ってない感じ。よし、これでカンガルー、クジラに続いて、スキンチェンジ、いけましたね。ありがとうございます。びっくりした。慌てて、慌てて撮影してます。さあ、出ますか？もうちょっと回そうかなと思います。ドデカがね、あともうちょっと、まあ、しばらく1ヶ月ぐらい多分来ないので、欲しいものをゲットしておきたいという感じでございますね。地蔵がね、いちいちびっくりする。わあ、ひどい。まあ、ひどい。出ないよねー。ペンギンか、ハリネズミか、ライオン、もちろん持ってないのと、あと何かいましたよね。その辺が出てくれると、嬉しいなという感じで、出ない。いやー、出る？出るかな？お！おー！ちょうど昨日、スキンチェンジしましたね。緑になりまして。偏るー。ありがとうございます。まあまあ可愛かったですね、緑ね。あんまり。カンガルーっぽくない色なんですけど。ライオンが欲しいよ、ライオン。全然来ないのね。まあでも確実にスキンチェンジは増えてるので、まあそれだけでもありがたい感じですね。いやー、やっと出たと思ったけど、他の星さん、どれかスキンがいいなという感じでまた、お願いしたい。いや、出ないパターンかな、これ。いやー。厳しいよね。確率上がったかなとちょっと期待させといて。全然違うっていうね。また押しちゃった。いやー、まあ、ひどい。はい、ということで、今回はフレンドマッチ4戦のうち、後半の2戦を動画にさせていただきまして、ありがとうございました。で、ですね、1年ぐらい前にフレンドマッチを、こう皆さんとやった時は、動画で何月何日何時からフレンドマッチをやりますっていう風に、予告の動画を出しまして、それで、指定した日時にフレンドマッチを開催したっていう感じのやり方だったんですけど、今回はまあちょっと本当に急に空きができたっていうのと、ちょっとアンファタ更新で、ちょっと私のモチベの関係で皆さんとちょっと遊びたいなっていう気持ちがたまたま重なったので、急にやらせてもらった感じでございましたので、ツイッターで、募集したっていう感じで終わらせていただきました。なので、ツイッターやってらっしゃらない方は、今回は参加できなかったっていうこともあったと思うので、また、機会がありましたら、なんか時間設けて、皆さんとフレンドマッチできたらなと思ってます。で、まあ、前回は、結構たくさん来ていただい、予告してたので、時間合わせて来ていただいた方が多かったので、まあ、一人一回、
マッチングできたら、あとは他の人に入ってもらうっていう感じで、一人一回っていうようなルールもつけてたりしてたので、またなんか予告してやるときはそんなようなルールをつけたりとかして、皆さんとたくさん遊べたらいいなという感じで思ってますので、また、いつやるかわかんないんですけど、引き続き動画の方よろしくお願いしたいと思います。はい、ということで、まあフレンドマッチ残り2回と、ドデカガチャ、ちょっと引いた分で、クマが当たりましたんで早速着替えております。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。フレンドマッチのご参加も本当に急だったんですがありがとうございました。それで結構1時間ぐらいやってましたので、時間を割いてくださった方本当にありがとうございました。いいねやリツイートリプありがとうございました。またよかったらやりましょうお付き合いください。それではまた、バイバーイ。